今からね、お尻を触っていきますけれども、頭からこう神経が出てて、お尻の疲れを腰の疲れとして頭が間違えてしまうことって結構多いんですね。なので、しっかり緩めていきます。私がわざわざ説明するってことは、とても痛い、とても痛い、本当に痛いからね。あ、でも足の方が痛かったかな。はい。というのは、だん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 と筋肉が緩んできてるからなんですね。生肉に戻ってきてるから、どんどん痛くなってくるわけです。それじゃ取れないので、それだと他のミスと変わらないですから。せっかくエルゴされたんだから、もう受けといたら。痛い痛い、ハイストップ、ハイストップ。はいはいはい。よいしょ、ここ。で、大きい筋肉緩めたんですが、細かいところをね、指で緩めていきますよ、ここ。鼻が出てるってことは、めちゃめちゃ体はすごく楽になってますよっていうふうなことを言ってくれてる状態なので。あ、こっち硬そう。あー痛い。はー、これ硬い。だんだん筋肉が緩んできてくれるので、冷凍庫の中の肉がだん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 とこう、なんていうんですか、解凍されてきて生肉になってきてる感じなので、何感覚が戻ってきてるんですね。何層にもなっているのがどん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 出てきてくれてるんですね。はい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 。あ、もう痛い痛い、だんだん痛くなる。ふう、ふう。